ムーシュは月の表側にある大きなクレーターであり、月の北部に位置する。アンリ兄弟の天体写真儀を使用して天体写真地図を編集したフランスの海軍将校、エルネスト・アメデ・バルテレミー・ムーシュにちなんで名付けられた。ムーシュの西には、ポンスレ、ムーシュの南西には、アナクシメネス、ムーシュの南には、フィロラオスが位置しており、ムーシュの南東には、 アナクサゴラスとコルトシュミットが位置している。また、ムージュの東にはメイン、チャリス、スコアズビーが北から順番に並んでいる。ムージュの周壁は隕石の衝突などによって極めて激しく風化しており、ムージュの東の周壁は完全に消失している。かろうじて残っているムージュの周壁はアルファベットの C のような形状をしており、ムージュの周壁の南端付近には ムーシュ C が一致している。ムーシュの底面は平坦で水平に近く、表面にはムーシュ B など数多くの微小クレーターが存在している。ムーシュの南の周壁の外側には古城の尾根が隣接しており、ムーシュの北の周壁の外側にはムーシュ A が隣接している。ムーシュ A の底面は溶岩で覆われており、ムーシュ A の周壁は北西部分に 隙間がある以外はほとんど無傷である。ムージュのごく近くにある小さな無名のクレーターについてはアルファベットを付加することによって識別される。ありがとうございます。